どうも、私です。今回ですね、はい、こちら、ジェネカ、また5枚回してきました。今回でジェネカ紹介第4弾になります。今回やってきたのはですね、ジェネカ自由研究みたいな、やつの、多分ボリューム1ですね、を回してきましたんで、今回も見ていきましょう。まだ中身見てないんで、すごい楽しみです。さあ、行きましょう。早速1枚目。これいいね。かわいいぞ。今回かわいいですね。はい。タイトルがですね。長いな。後で貼っとこう。はぁ、かわいらしいですね。みんなでこう、絵を描いてるんだ。はぁ、いいですね。なんかこういう。なんかちょっと幼稚園児っていう感じなのかなっていうわけではないのか。父でかいな、相変わらず。嘘だろ。幼稚園児でこれはやばいな。違うね。自由研究かなんかはね。自由工作。竜たちの大好きなものを描いてみよう。へぇ。やっぱみんなサウンドボルテックスが好きなんだね。はぁはぁ。いいですね。これ可愛らしいですね、今回。いいですね。はい。はい。じゃあ、2枚目の。おぉ、おぉ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 、忍ばず。忍ばず。お手並みハリケーンみたいな。はぁ、いいですね。かっこいい。ちょっとよく映るかな。表情がすごく、ちょっとふって笑ってる感じがいいです。お面イカチー。お面すっごいイカチーな、これ。はい、なんかクナイを投げてますね。投げてるのかな、なんか。あれかな、紹介みたいな感じだから。なんか、手振ったら剣出てくるみたいな。手振ってクナイが飛び出るみたいな感じかな。かっこいいですね。これ、いいですね。かっこいい。はい。次のカード、と。何これ、宇宙戦争恋する宇宙戦争かなんかですか母艦かな母艦かな、いざ出陣コンソールネメスシ軍艦そういうこと、そういうこと。あ、イクラなんだね、これ。くだらない。あ、これいいな。これ好き。こういうのなんか好きだ。面白いな。母艦じゃなかったね。軍艦でしたね。なんで軍艦、なんで寿司なんだよ。あ、いいですね。イクラを放つのかな、ここ。ドーンとね。はい、行きましょう。じゃっ、おおおおおおお、危ない。あんまり興奮するとこれロリコンになるぞ。これは野菜マシマシなんちゃらのキャラですね。はあ、はあ、可愛らしいですね。なんだこれ、大衆食堂かなんかの看板娘みたいな感じ。おお、なんかプロフィール書いてある。キャラクタープロフィールですね。8月31日誕生日、過ぎちゃいましたね。年齢はシークレット、そこを知りたかったけどね。アフレテッション、何これボルテッケン何これ、読めないね。ディスライド。おのこし、あ、おのこしは許しまへんで、みたいな。ですね、はい。HT、身長かな ?145.8cm。体重は秘密だよって書いてますね。ただよしみたいな感じで秘密だよって書いてます。この、ぶ、た、や、ろう。何これホビーがこの豚野郎、ん、誰、どういうことよくわかんないな。 S キャラなのかな。フェイバリットがごちそうさまでしょ。もうダメだ、この子わかんないこの子のプロフィールがちょっとわかんなくなっちゃったな。はい、プロフィールカードっていうジャンルのカードなのか。へー、せめて名前を教えて欲しかったな。はい。じゃあ、最後になります。最後のカード、こちらです。ドン。いや、これは、いいじゃん。いや、これはいいですよ。すごく。これの巨乳は認める。いや、あのね、なんでしょう。ホワホワしたドジッコキャラの巨乳って言うじゃないですか。僕、あれはあんま好きじゃないんですけど、こういうね、かついお姉さんのね、この巨乳は、まあ全然、OK です。許せます。なんだ、OK って。これ何?チェーンソーかなんか?
戦争っぽいけどね。すごいな。表情がかっこいい。これは素晴らしいですね。これいいね。グレート。グレース・リオット・アームド。うん。なんかの手。これのことかな。ははは。へえ、これは、いいですね。これは、レイシスちゃんじゃないのかな。また別のキャラ？あ、ホゲないし。まあ、でも髪の毛とか、一緒やけどね。ははは。お、これすごいですね。はい。というわけで、今回ですね、紹介したカードはですね、こちらになっていますね。はい。今回、ちょっとどれもいいな。どれもすごいいいですよ。で、どれをこう選べ、1枚だけ今回選ぶとしたら、これ。いやいやいや、これじゃないな。これは、個人的にすごく好きだな。すごく好きなんだけど、これじゃないよね、なんか。そうですね。これかな？これがちょっとかっこいいなって思いましたね。はいはいはい。背景とかもね、綺麗ですね。なんか、ここにほら、これ全然カメラの近いじゃなくて、太陽があるんですよ。このね、夕日のね、この感じがいいですね。忍ぶ気ないけどね。夕日だとね、夜には忍ばない忍者くんかな。はい。というわけで、今回のジェネカ紹介したね。ぐだぐだだな。はい。で、どうもありがとうございました。恋の雨が頬を濡らす心は